10月28日11時頃に撮影しています。本日2回目の餌やりをしていきます。6000ヤッコもしっかり前に出てきてますね。あ、ホンソメいてた。昨日行方不明やったホンソメがいています。みんな順調に、タテキンも食べてるし、最近ちょっとベニゴンメ食べてるかどうかってあんまり見てないですね。まあでも食べてるかな、多分。ちょっとあげてみようか。あ、どっか行っちゃった。もう中いっぱいかな。まあ2個ぐらい食べてたのかな。あ、でも全部下に落ちてるやつ拾って食べてますね。ここの水槽の子たちはよく食べます。だから海藻70もドバッと落としていきます。ちょっと縦金にしたらね、ちょっと粒が小さいので物足りないかもしれないんですけど、しっかりと、まあ蝶々王たちがね、この海藻70食べてくれたらなと思って、6000ヤッコもしっかり前に出てご飯食べに来てますね。まあなんとかブルーフェイスとの混影もしっかりできてて、あとはこの南四ハギを解き放った時にどうなるかっていう問題と、あとは寄生虫が蔓延してないかどうかが一応この水槽の気になるところですね。見た感じ、みんな大丈夫そうです。ただいま11時5分。先ほどここの水槽、あ、そうやね、さっき向こうかな、900-200の水槽を昨日半リセットした時に、まあ先にね半分ぐらい塩が入ってる状態っていうか、2倍の濃さが入ってる状態で上から水道水を出したので、経営値とかがどうなってるのかなと思って先ほど調べてみました。結果は9で、10滴目ですね入れた時に黄色になったので、まあ経営値は10ぐらいこの水槽は今あります。まあ10がいいのかどうかは分かんないんですけど、いつも使っているこちらの塩はpH9から10まで上昇させるので、まあ妥当かなと思います。こちらの水槽も足し水が大変多くて、今25度設定で冷却ファン流しているので、今3リッターぐらい、毎日朝晩 1.5 から1リットルぐらいを2回、足してるんですけど、今、バッファー剤とかカルキ抜きとかを混ぜた水をこのように、溜めてたり、まあこっちの水槽は1回にドバッと入れるので、ここで直接バッファー剤、そうですね、1かけらぐらいっていうか5分の1スプーンぐらいかな入れてやってるんですけど、多分ねバッファー剤の入れすぎかもしれないですね。こちらが KH11 滴目で色が変わったので KH10 から11あるということになります。なのでまあ当分はバッファー剤なしで入れて、バッファー剤足して入れてを、まあ交互に水足していけばちょうどいくのかなと思うし、まあ、結局足し水にバッファー剤入れると KH は下がらないっていうことなので、これからはもう KH は測定することもないかなと思っています。